都議会では、はい、1名唯一しかいないです。唯一なんですね。はい、まあここどうだったんですか。いろんなことありましたよね。ぜひ聞きたいですけども、はい、世間ってこう考えてるんだとか、そういう部分があります。ちょっと一緒に。はい、皆さんこんにちは。今日はなんとですね、東京都議会議員の松田龍介さんにご登場いただきました。松田さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうしてこれ正解に目指そうと、何がきっかけ。いや、僕もそうなんですよね。もともと政治家になろうとなんて1ミリも考えていなくて、まあ、社会人になって初めて、ね、源泉徴収見て、あ、こんなに税金引かれてるんだって思いで、まあ、選挙に行こうかなぐらいで、まあ、政党も別に支持してた政党もなかったですし、本当に多分あの勝つ政党に出てたみたいな。やっぱ世界、そうですね、まあ、東南アジアとかもそうなんですけど、どんどん、ね、都市が成長していってる中で、まあ、日本だけなんでそんな停滞感というか閉塞感を感じるんだろうなっていうの中で、まあ、じゃあどういうアプローチが自分にできるんだろうなと思った時に、一つの選択肢が、あ、それ政治かもしれないっていうのが最初の始まりですね。まあ、もともとこれ民間からこの都議会にチャレンジされたんですけども、はい、そうですね、大学院は、神戸大学と大学院に行ってまして、まあ、農学部、農学研究科で、まあ、植物遺伝学、小麦の、まあ、育種であったりとか、あ、そういう部分をやっていたんですけども、で、マルベニ株式会社に入って丸6年働いてはいたんですけど、一番多分行ってたのがロシアで、多分6年間で30回ぐらい行ってるのかなと思いますね。で、東京都ってやっぱり一行政区であるんですけど、その中でもやっぱり予算規模が一般会計だけで7兆円あったりとか、本当に一つのこの小さな東京に、まあ、あの世界の、まあ、ヨーロッパとかの、まあ、スウェーデンとかともよく言われるんですけども、同じ規模の予算を持ってたりとか、やっぱり今この日本では人も物もお金もやっぱり東京が集まってくるので、なんかそのちっちゃい行政区の割にお金もあるし、やっぱり知事のとか都議会の一つでやっぱりドラスティックに変えることができる、そういう意味で都議会は私にとって非常に魅力的だったなと思います。当選者はね、フォーカスよくされるんですけど ね、はい、ね、落選者さんの気持ちどんな感じで、どうモチベーションを維持されたんでしょうかね。そうですね、まあ、人生初めての選挙が落選で、やっぱり、まあ、自分が否定された気持ちになってりましたね、落選をした時は。それまであんまり深く考えてはなかったんですけど、いざやっぱり落選をしてみると、なんか自分が町の人に否定をされてるのかっていう気持ちになって、まあちょっとそこは、そうですね、メンタル的にきつい時期もありましたね。いかがですか、実際この入る前、入った後、まあ、ここどうだったんですか。いろんなことありましたよね。ぜひ聞きたいですけども、はい、あの木下元都議の件で、なるほど、はい、それも本当にね、多くの都民の方から声をいただいて、まあ、4ヶ月間1回だけですかね、都庁に来たのは。ただそれでも400、ね、万円以上 の、 あの都民の方、都民の税金が支払われている、なんで都議会に来てない人に税金を払うんだっていうのは多分普通の感覚っていうのは、本当に多くの方に街中でも、そして SNS を通じても声をいただいて、まあ、議会としてもその議員報酬、まあ、来てない人には払わなくていいよね、多分それ普通の感覚だと思うんですけど、まあ、そういう条例案も他の高い派の方と共同してやろうとはしたんですけど、ただやっぱり都議会が遅れてるなと思ったのは、まあ、いつ自分たちにその火の粉が降りかかってくるかわからない、議員の身分は守、まあ、自分たちでルールを決めるんで、自分たちの身分はやっぱり手厚く守りたっていう、まあ、抵抗勢力が都議会の中にも、まあ、過半数以上いて、結局議員報酬のまあ、見直しの条例は今も、まあ、先送りされている状況で、あ、首都東京の議会ってこんなに遅れてるんだっていうのはやっぱりこの4ヶ月で感じましたね。今大阪を中心に、はい、日本維新の会、これ凄まじい勢いなんですけど、都議会では、はい、1名唯一しかいないです。唯一なんですね、はい、この関東、東京中心に関東、東京でのこの日本維新の会の立ち位置と。そうですね、やっぱり、まあ、あの東京でいうと自民でもない民主でもない第3の選択肢として、衆議院選挙も戦わせていただいたんですけども、まあ、都議会という意味だとやっぱり都民ファーストさんという意味でその、まあ、第3局というで票が分かれている部分があるなというのは感じます。
ただやっぱりね、今小池都知事の下で、都議会もそういう意味だと、5年目6年目になると思うんですけど、じゃあ東京って果たしてその、ね、自民でも民主でもない人たちがその4年間5年間になってきて良くなってきたのかなっていうと、本当に今世界の流れ、時代の流れって早い中で、やっぱり今の都議会ね、本当にまだまだ変えていかな、変わってはきてるんですけど、いやそんなスピードじゃダメだよねっていう、改革のスピードを上げていかないといけないよねっていうのが私たち自身の立場だと思ってるんで、まあゴールは一緒ですけど、そのプロセスの部分で全然違ってきてるのかなと思うんで、しっかりとあの都議会でも東京でも、まあ、維新がもっとちゃんと発信をしていくことで、より多くの都民の皆さん、国民の皆さんに理解していただけるのかなと思ってます。まあ、呼びかけをするとやっぱりそれに対してまあリップをいただいたりとかコメントをいただけるので、そのあたりで、あ、世間ってこう考えてるんだとか、あ、そういう部分があります。ちょっと一つ、まあ、今東京都議会議員だった、ちょっと今大丈夫ですか、あ、急ぎですか、ちょっと議案の時間がすいません、あ、いつでも、はい、結構ですので、はい、また電話会社をお願いしますので、よろしくお願いします、はい、すいません、ありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとうございます。どれくらいですかね、でもゼロ自分で知っちゃうんですよね、特にね、予約制の方とか、あとね、陳情、ね、いろんな様々ね、はい、いや、これ大変ですけども、いや、でもこれはね、いいと思います。いや、でも勉強になりますね、本当に。いや、本当にね、はい、なんかやっぱり聞くと、まあ、20人、30人いる議会だと、1年目で入っていっても、すべて上で決まって、何をしてるのか分かんなかったりするんですよ。僕の場合、まあ、電話も出て、まあ、もちろんレイクも全部自分でできるんで、まあ、大変ですけど非常に吸収できるなといい環境だなというのはまあまあ思いますね。今後ですね、まあ、未来のビジョンです。やっぱりこの日本って、まあ、商社にいた時に一番感じたのは、まあ、石油も鉄鉱石も何一つ資源がない、ただそれでも世界第3位 の、まあ、経済大国となれたっていうのはやっぱり人の力だと思うんですね。商社自身もブランドも持ってないし何も持ってないんですけど、それを人の力でつないでいくことによって、まあ、あれだけの利益を得られている。でそういう意味だとやっぱりこの東京もやっぱり人にしっかりと投資をしていく、まあ、教育で、教育っていうとどうしても、ね、高校卒業する、大学を卒業するまでって考えられるんですけども、私の持ってる教育っていうのは、まあ、障害教育、しっかりと社会に出ても学び直せるかん、まあ、環境を作っていくっていうのがやっぱりまだまだ日本には足りてない部分なのかなっていうのは思うんで、まあ、しっかり教育は子どもたちだけじゃなくて、まあ、生きている限りは一生教育だとって私は思っているので、しっかりとそういう、まあ、教育もそうですし、人に投資をしていくような環境づくりを、まあ、東京だからこそ私はできるのかなと思ってます。ぜひ皆さんの意見も私まで届けていただければ、しっかりとですね、行政に伝えて、で小池都知事も伝えていきたいと思いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。いやー、本当に長時間ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。いや、本当に楽しかったですね。もう本当に生きた話聞けたので、ぜひまたいろいろと、はい、今後もね、はい、番組出ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。東京都議会議員大田区選出のですね、松田龍介さんに お越しいただきました。どうも松田さん、ありがとうございます。ありがとうございました。